ラトリックは、太刀による日本の4コマ漫画作品。法文社の漫画タイムキララミラクボリューム1から2017年10月号まで連載された。2013年8月号において、テレビアニメ化が発表され、2014年1月より3月まで放送された。各話とも必ずキスシーンが描かれているのが同作品の特徴。作者が描いた女の子同士がキスをする。 同人作品を見たキララの編集者から声をかけられ、それがきっかけでそういう要素のある作品を、と言われて描いたのがこの作品とのこと。ただし、前話キスを、とまでは言われていなかったとのこと。主人公、高山春香と、園田優は、三里西高等学校第62期生として入学する。しかしそこは3年後に、東高等学校と合併し廃校となる。 そしてクラスメイトの野田琴遂、南雫、池の楓、飯塚ゆずと友達になる。ゆうが大好きな遥は、ゆうが、他の生徒と、早速仲良くしている様子を見て嫉妬してしまう。遥は、自分だけがゆうの、特別な友達でありたいと願っていた。それに対してゆうが、他の子たちとは、絶対にしないことをしようと提案する。それに対して遥が答えた他の友達とはしない。 特別なこととは、キスだった。そんな中、二人は、雫と、琴音がキスをしているのを見かける。そんな四人を不審に思うカエデだったが、ユズは四人を普通の友達だとみなし、カエデから呆れられる。その後、ユーの姉で三里西高校生と会長の園田水木は、はるかというの関係に疑問を抱く。偶然二人のキスを目撃してしまった水木は二人を、たしなめるが、 自分の本当の気持ちに気づき、自身の卒業式ではるかに告白する。年度が変わり、はるかたち6人は2年生になる。生徒会長には、はるかたちと共に、水木らの送別会を開いた、音川清が就任したが、先行きへの不安から、はるかに時々、お姉ちゃんになってもらうように頼む。一方、前年度の生徒会副会長で、現在水木と同じ大学に通っている。 坂井里奈が優の家を訪ね、優に水木との関係について相談する。その後夏休みになり、里奈が帰ってくるが、里奈は春香と水木の関係に疑いを抱く。しかし里奈は、水木が春香の誕生日である8月25日を、水木と里奈の友達記念日であると認識していたことを知り、疑っていた自分を後悔する。一方、優は春香の様子が変であることを察し、 はるかが何か、隠し事をしているのではないかと疑う。冬になり、清は、学校での思い出を作るためイベントを開く。そして三学期になり、清らの卒業が近づき、はるかたちは三年生を送るイベントを開く。清は、はるかの卒業後、自分と同居することを提案するが、はるかは、その提案を断り、自分のリボンを清に渡す。 2014年1月より3月まで TBS、MBS、CBC、BSTBS、TBS チャンネル1にて放送された。全12回。漫画タイムキララミラク連載作品のアニメ化は本作が初となる。本作では話数を示す単語をトリックとしており、2本のエピソードを1回としてまとめている。今年図の尾はモニコ星。 のタイトルで2013年12月23日から2014年5月7日までニコニコ生放送にて放送されていたインターネット番組前後回毎月1回21時22時配信出演者ありがとうございます